長山駅は東京都多摩市長山一丁目にある京王電鉄小田急電鉄の駅である。事業者により正式名称は異なるが、いずれも近接しており、相互の理解駅として案内されている。本校ではこれらを総括して詳述する。行政、民間を問わず、多くの施設、団体が京王長山駅と小田急長山駅を総称して、 長山駅と呼称するか、正式名称と、長山駅という通称を併記している。駅前バスターミナルも停留所の正式名称も、京王バスグループ及び小田急系の神奈川、中央交通ともに、長山駅停留所であり、多摩市が運営する駅近くの駐輪場の名称も、長山駅駐輪場となっている。また、多摩市が2003年に策定した、魂商業活性化計画では、 東駅周辺部を長山駅周辺と定義している。同文書内、多摩センター駅周辺の府市では、駅には小田急多摩線と京王相模原線が乗り入れという記述が見られ、多摩市当局が京王、小田急両社はそれぞれ別個の駅を設置しているのではなく、多摩センター駅という一つの駅に両者が乗り入れていると解釈していることが明確に読み取れる。よって、 多摩センター駅と類似の構造を持つ長山駅についても多摩市当局が同様の解釈を適用していると考えることができる。多摩ニュータウン開発の中で第一次入居住区となった巣は長山地区を包括する住民生活サービス施設を集積する地区センターの所在地に長山駅が設置されている。しかし、同地区の入居開始時には鉄道建設工事の遅れから当駅は 存在していなかった。その際には、北方約3キロメートルに位置する、京王線の成績桜ヶ丘駅が最寄り駅となり、住民は3年間バス連絡による通勤、通学を余儀なくされたため、陸の孤島と揶揄されていた。しかし当駅の開設後においては、同じ新宿を起点とする京王、小田急の2路線を当駅では選択して利用でき、 その後も、両線の都心への地下鉄線直通運転が実現、相まって飛躍的に利便性が高まり、恵まれた交通環境となっている。駅所在地名が、多摩市長山であることから、京王長山、小田急長山と名付けられる。なお、長山とは、駅所在地の北方に流れるコッタ川沿いの地区を示す、旧王座、コッタの正寺名で、かつて付近南方に、上長山、 下町山と名付けられた山があったことに由来する。町が、久しに変わった経緯は不明である。すでに、北海道旭川市に、日本国有鉄道宗谷本線長山駅が存在すること。また、京王及び小田急は、同時期に開業した多摩センター駅と同様に両線が、同じ新宿駅を起点とするため、乗客のご乗車と不正乗車を防止する目的から、 あえて会社名を冠した、京王長山駅及び、小田急長山駅として、明確に区別することとなった。線路を付設する当地の南西側丘陵地区を示す、旧大あざ買取の障子名は、ウりュだった。建設計画時の仮称駅名は、所在地の旧大あざ地名、こったとする案と障子名、ウりュとする案があった。その後、ニュータウン開発で、 表示地名が長山に変更されている。京王小田急両長山駅は3層構造のコンクリートラーメン高架橋の建造物で両社が隣接して設置されており、駅舎もほぼ一体化しているため、両線の乗り換えは便利である。3層目がプラットホーム、2層目が駅舎と店舗を包含し、ペデストリアンデッキに通ずるコンコース、1層目が店舗とバスターミナル、 タクシー乗り場に通ずるコンコースとなっている。多摩センター駅とともに、京王線小田急戦争五間の乗り換え客も多い。そのため、2008年3月15日より、連絡定期券の発売が開始された。相対式ホーム2面2線を有する公開駅である。ただし、駅東側は多摩丘陵の地面に接しており、すぐのところに、若葉台、第2トンネルの水道口がある。 ホーム有効庁は、駅開設時から重量編成に対応し、8両編成分の上屋を設備していたが、重量編成で運行される列車が増えたことから、リニューアル工事で、長布法の上屋が、さらに延長された。ホーム上には、空調付き待合室、改札外と連絡する、エスカレーターエレベーターがそれぞれ設置されており、バリアフリー化が完了している。 改札口は一箇所のみであるが、東西南北方向に通じるペデストリアンッキに直接接続している。また、改札外には A ロットがある。乗り場駅車内施設相対式ホーム2面2線を有する公開機である。当初からホーム有効長は重量編成に対応していたが、京王と異なり相当期間運行される。列車編成が短かったため、ホームの上屋も、 上空階段のある中央部分に限られていた。その後、重量編成の列車が運行されるようになったことから、大規模なリニューアル工事で2006年1月31日より重量編成分の上屋を設置し、同時にエコロジー活動の一環として、上面に太陽光発電パネルを取り付けて、自動券売機や自動改札機の電力として活用している。また、 京王と同様に空調付き待合室が設置されている。バリアフリー対応としては上下線ホームと改札外を連絡するエレベーターがある。駅へのアクセス等出入口付近の様相は京王長山駅と同等である。2008年度末から改札ラッチ内とプラットホームで乗客案内用の発車表の使用が開始されている。2013年1月に駅名表が LED 化され、多摩線内で初めて駅名標が新型になった。2016年7月15日までは、駅係員の配置は7時30分から終電までであったが、翌日16日より、始発から7時30分にも係員が配置され、終日係員配置駅になった。2017年11月頃から、行き先案内表示装置の表示が、 確定各駅停車に変更され、英語表示の時に、駅ナンバリングが表示されるようになった。乗り場駅車内施設、京王及び小田急は、都心、新宿方面への移動手段として、競合をしている。小田急が、京王より4ヶ月半ほど先行して開通したにも、かかわらず、1990年代後半まで小田急が、多摩線内を各駅停車のみ運行させていたこともあり、 利便性のあった京王の利用者が圧倒的に多かった。しかし、2000年以降、小田急が地下鉄千代田線、JR 常磐線に直通する多摩急行や北倉市時に新宿駅などから着席が保証される特急ロマンスカーの運行を開始したことなどで、小田急の利用者が増加傾向にある。一方、京王もかつて最速種別であった。 当駅を通過していた特急の運転を取りやめ、代わって設定された急行が停車するようになり、加えて急行が都営新宿線直通になったことなどから、少しずつ利用者を取り戻している。また2013年2月22日のダイヤ改定から、再開された特急も、京王稲田堤、南大沢とともに停車駅へ加えられている。開業からの乗降人員を呼び、 乗車人員の推移は、下表の通り、多摩ニュータウンの第一次入居地区で、開発の先駆を成した地域である。駅の所在地が、丘陵地帯の谷間に位置し、周辺はその地形を利用して歩行者と車の通行を、立体的に隔離した、歩車分離の街づくりの手本とも言える、空間構成を形成している。周辺各住区の住民サービスの生活拠点となる、 地区センターに位置づけられているため、移植住に関わる店舗や娯楽、医療、保険関係の諸施設が集積している。また、ニュータウン開発の拠点になった、旧住宅公団の本部建物や JTB など、大手企業の研修センターとなる建物が立ち並ぶ。駅施設と商業施設、グリナード長山は、保射分離の原則に基づいた動線で一体的に結合され、 私立の複合文化施設、ベルブ長山を経由して隣接する長山北公園から住居地方面に向かう歩行者専用道路に通じている。この両駅は駅前広場を共通としているため、バス停留所は長山駅が正式名称となっている。1から4番乗り場は改札を出た正面の駅前広場にはスターミナルが整備されているが、5.6番乗り場は 駅東側の道路上に停留所が設置されている。路線バスは、京王電鉄バス、京王バス、神奈川中央交通の3社が乗り入れている。各路線の詳細は、京王電鉄バス桜ヶ丘営業所、京王バス、多摩営業所、神奈川中央交通多摩営業所の記事を参照。現在は発売を終了しているが、 自動券売機や自動生産機などで使用される際に裏面に入場印字が記載される。また、パスモとスイカでは自動改札機での入場、出場や自動券売機、自動生産機などで使用し、履歴を印字すると入場印字が記載される。小田急長山駅に関するカテゴリー、京王長山駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。